ガリラヤから預言者が起こるということは聖書にはないのに、ガリラヤから出てきたイエスが預言者である、神の子である、実相の権限であるなんて、そんなバカなことがあるかというのであります。それなのに彼の説教に感心して捕らえずに帰ってくるなんて、もってのほかだと。お前たちも惑わされたのであるか。町の役人やパリサイ人で掟を破って神を汚している、彼を信じている者が一人でもあるか。インテリは誰一人彼を信ずる者はないではないか。おきてを知らぬ群衆のみが彼に惑わされるのだ。惑わされた群衆は実に呪えたものであると、パリサイ人の一人が言います。ところが彼らの中にはイエスに同情している人があるのです。それはかつてイエスを訪問して、その教えを聞き、感嘆して帰ったニコデモであります。ニコデモが住みで、我らのおきてでは、むやみに独断的に人を罪人として、罪人にとして罰してはならないことになっているから、そうむやみに彼を捕らえるわけにはいかん。まずその人について直接詳しくその話を聞き、実際彼が何をなすかを知るのでなければ裁くことはしてはならんと言って、パリサイ人らが騒ぎ立てるのを止めたのであります。するとパリサイ人らがガリラヤ人であるイエスの弁護をする貴様もガリラヤ生まれのやつであろう。よく調べてみよう。預言者はガリラヤより出るなどということはないんだと。ぶつぶつ捨て台詞を言って、一人去り二人去り、おのおの自分の家へ帰って、この度はともかくことなくして済んだのであります。こういうね、なんかこうやたらに予言に引っかかってこういうふうになってるっていうことはね、おかしい。今から我々が読んでみたらおかしいことなんですけど、まあその当時はこういうことがあったんですね。はい、この15項、この皆さんね、この15項の、これはもうね、世界でね、これほど素晴らしい、わずか短いこれだけの後のね、わずかのこれだけの文章ですけどね、世界最高の名文であるって言われたね、名描写であり、名文であるって言われたね、こんなね、素晴らしい文学はないって言われてる。わずかこれだけでね、もうその時の状況がね、手に取るようにわかるんです。これは私もとっても好きなところなんですね。もう、こう、本当にね、このイエスの愛を説いたところでね、素晴らしいところです。皆さん、ここのところはね、後でまた何回も読み直してください。僕はもう何かあるとこうよく読むんです。私はこうマークしてあります、こうね。イエス、オリブ山に浮きたも夜明け頃、まだ宮に入りしに、民皆身元に来たりたれば、座して教えたも。ここに学者、パリサイ人ら、会員の時、捕らえられたる女を連れ来たれる。ここですね、来たれる。その、まあ、ちょうどね、その、まあ、そういう会員をしてね、おる時に捕らえられた。真ん中に立てて、イエスに言う、主よ、この女は会員の折、そのまま捕らえられたるなり。モーゼは掟にかかるものを石にて打つべきことを我らに命じたるが、何時はいかに言うか。各イエルはイエスを試みて、打ったうる種を縁とてなり。これはね、会員した女はですね、石を投げて、打ち殺してもいいっていうユダヤの掟があるわけです。昔の掟があるわけ。ところがね、イエスがね、こういう会員した女を連れてきてね、みんなの前でぐるっと取り巻いて、この女は会員したんだと。ユダヤにはね、こういう時に捕らえた女はね、石を持って投げてね、撃ち殺してもいいという掟があるんだが、あんたはどうするかって言ってね、イエスに尋ねたんですね。ところがね、石を持ってね、その掟に従って撃ち殺してもいいって言ったら、殺すなかれっていうユダヤのモーゼの教えに背くわけです。だから殺しても、罪を石で撃ってもいいって言えば、それは、そう言ったらですね、殺す流れの掟をお前破るじゃないかって言って、イエスは今度はやられるし、殺さなくてもいいって言ったら、罰しなくてもいいって言ったら、モーゼが罪の者が石を投げ打ってもいいって言ったら、モーゼの掟に背くのかって言ってやられるわけです。だからどちら答えても答えられないような問いをイエスに投げかけて、イエスを罪に陥れようと落とそうとしている場所なんです。ここは引っ掛けてる、罠を引っ掛けてるわけです。その気持ちがよくわからないで、こう読んだらわからないんですね。だから殺すなかれっていう教えと、モーゼのいわゆる罪人に対しては石を持って撃てという、これは映画でもありましたけどね、映画ではこのね、本当のこの感じが出てなかったね。もう私見たけどね、本当に出てない。もうこれはね、こう読んだ方が素晴らしいです。
それね、それで、そしたらね、もうそういうことを聞いた。そして、ここでイエスをね、訴える種を得んと出ない。イエスは身をかがめ、指にて、地に物を書きたもん。ここが素晴らしいね。みんなが立ってずっともう女も生きり立って、女はもうそこでしょんぼりとね、それはもう皆さん想像してみたらわかる。会員するとこ捕まってきたんだから、もう自分がすまなかった、殺されるっていうような気持ちで、たまらない気持ちでそこに立ってる。周囲にみんな群衆が立って荒れ狂って石を持ってもう、石をね、桃って投げ落としてると。その中でイエスは自分で身をかがめて、こう、足でね、こう、こうしてかがめて、ここでなんか指で字を書いておられる。砂の上に字を書いておられる。この字を書いておられるというのを谷口先生がね、言われたことがあります。これはね、愛という字でも書い取ったんだろうって先生言われたことあるね。愛という字でも書い取ったんだろうって言われたことあります。そしてね、イエス、指にて物書きたも、彼らといて、まだ、もうどうしたらいいんだ、どっちにするかと言ってイエスにもう、いやいや言ってわば大きな声を群衆が言ってきたら、イエスは静かに、まあ、こう身を、静かってことないけど、身を起こしてね、立ち上がって、この次の言葉です。何時らのうち罪なき者、まず石を投げと、投げ打てと言ったんですね。この言葉ですよ。何時らのうち罪なき者、まず石を投げ打てと。いい。また身をかがめて地に物を書きたも。そこで争ってないんですね。権威ある言葉で何時らのうち罪なき者、まず石を投げ打てと言ってね。この罪とだ、女を罪とだ、罪とだって言ったけど、そう言ってるお前たちの中に本当に罪がないのかと。お前たちは罪人じゃないのかって言って今度は、そういう咎めたら喧嘩になるわけですよ。ねえ、お前たちは罪はないんじゃ、ないと思う、ないんじゃ、罪は本当にないのかって言って、この女をみんなのこう、ここでやってきてる人で、イエスがそう言ったら、そこでイエスの争いが起こってくるけどね。そこで、何時らのうち罪なき者はまず石を投げ打てと言われたら。自分の反省することを与えてる、反省することを与えてるわけです。そうすると、そう言われて、はっと今まで女のこと、女のこと、女のことと思って、女の方の、この野郎と思ってる、イエスをやっつけてやろうと思ってる、相手にばっかり言ってた心が、ふっと自分に返ってきたわけです。これは権威ある言葉で言われたから、はっと反省したわけね。そう言われて、罪がない人間と言われたら、俺は石を投げる資格があるだろうか、とこう考えて、そこで反省が起こってきたわけです。ここが素晴らしいところですね。これがもう一番私はこういうイエスの権威ある言葉っていうのは人を動かしている素晴らしいところですよ。何時らのうち罪なき者、まず石を投げ打てと言い、また身をかがめて物を、地に物を書き保ってんだから、それっきり言っただけであとは知らん顔して下へまた座ってしまって人を咎めなかったわけですね。これがまた素晴らしいところ。じーっと神様に任したわけですよ。ねえ、それでなんだお前ら、どうだどうだどうだなんて言ったらもう喧嘩になっちゃうしね、石を投げ打つわけです。この静かに一言バッと言って、それでまたかがんで地に土を変えとられた。そしたらですね、彼らこれを聞いて両親に責められ、そう言われるとね、自分が罪がないとは言い切る者は一人もいない。人間誰でもそうですよ。何時らのうち罪なき者は、人はね、あいつは悪いやつは悪いやつだって言うけど、ほいじゃあ自分のね、自分は一遍も悪いことしたことないかってね、考えてください。やっぱりありますよね、これは。僕らもあんまり人に言わん方がいいね、これはやっぱ大丈夫。いや誰でもそうですよ。人のことをね悪口言ってね咎めてる人っていうのはね、やっぱりね考えてみたらね過去でも現在でもねいろんなこと考えてみたらねありますよ。そりゃいろいろとあります。だからこのイエスの態度を我々が見習わなきゃいかんね。そしたらね、彼らこれを聞き両親に責められ、老人をはじめ若き者まで一人一人いでゆき、だまーでね、石をね、そのままそこへ置いて、自分が石を投げないで、一人ずつね、出て行ってしまった。帰ってしまった。ただイエスと中に立てる女とのみ残れると、二人っきりになってしまったんですね。なんとも言えない素晴らしいところですね。こう静かにこう、みんなが一人去り二人去りして帰ってしまった。イエス、身を起こして、女のほか誰もおらぬを見て言いたも、女よ。何時を訴える者どもはいずこにおるぞ。何時を罪する者は泣きかとこう言って、女に、またこの女に対する愛情が非常に深いんですね。お前は罪を犯したけどね、俺が救ってやったなんて一言も言ってない。こういうね、恩に着せがましいことも一言も言ってない。ただね、女よ、何時を訴える者はいずこにおると。何時を罪する者はないかと。お前はね、罪する者はないのかと。女よ、主よ、誰もなしと。
イエス言いたも、我も汝を罪せじ行け、この後再び罪を犯すな。まあね、もう二度とこんなことしないようにしなさいよと言ってね、そしてこう許していらっしゃる。これはもう本当に素晴らしいところでね、これをね、僕は今度のね、これはね、古い方の文語体の方ですけどね、新しい方の聖書を読んでください。また漢字が出ますよ。本当に漢字が出ます。わかりやすくてね。ここのところ書いてあるでしょ。これは聖書のうち最も心理描写に巧みな一節であって、文章の規範になるものだと明治の文豪、真山聖歌が激賞した一節であります。こういう数字と書いてある、ちょっとこういうの覚えておいてね。本当にね、こういう、ここのところがね、最高の文学だって言われた。文章の規範になるってね、これは明治時代ですから、この文章そのままなんですけどね、非常にこの素晴らしいところです。ところでイエスはオリブ山に行き、たもうて、そこにで説教しておられたときに、会員を犯した女を学者やパリサイ人が捕らえてきて、この女は会員の折、現場を見つけられて捕らえたのでした。モーゼの掟によってならば、こういうものを石にて打ち殺すべきものであることを我らに命じているけれども、お前はどのように裁くのであるか、彼らはこういうように言ってイエスに質問をぶちかけて、かけたのであります。それはイエスをこの質問でつって、もし掟に背くようになことを言ったら、それを告白としての材料にしようという計画的質問なのであります。モーゼの掟によれば、二人以上の者がその罪状を目撃して立証した場合には、石で打ち殺すべしと定められています。今、この掟に背くようなことを答えたならば、これは神の掟に生み出すものであると言って、イエスを捕縛してしまう。と、計画しているのであります。と言って、掟に従ってこの女を石にて打ち殺すということは、とって愛深いイエスに耐え難いところである。囚人監視の中で自分の運命がイエスの一言で定まるという時に、自分の罪を恥じつつ生活家の分水嶺に立って、うつむいている若い婦人、これですね。これは本当に思い出すとね、涙が出るようなところですよ。若い婦人、彼女は開墾しているのだ。しかし許してやるというわけにもいかない。イエスに、イエスは答えたまわないので、止まわないで、そこでつくばって地面の上に何か丸のようなものを書き始められた。ここにイエスが多くの人の試みの中にあって、いかに見落としすべきか、精神統一をしておられる有様が目に見えるようなのであります。じっと地に物を書いて、目して、しばし目しておられた。おそらくこの世界は神の世界であって、罪人はもう本来なければ罪を咎める人も本来ない。大調和の世界であると指念しておられたのでありましょう。ここにね、その現象に引っかかってね、もうこの罪人はここにおるし、こっちは生きり立ってんだから、これはもう大変だなんて思ってこっちがドキドキしてしまったら、これを止めることはできないわけですよね。しかし本当は人間はみんな神の子であって罪を犯した人も本来ないんだし、それを罰しようなんてそんな悪い人間も一人もいないんだっていう、そういう実相を見てるわけです。イエスがね、ほんでじーっとこうそこでそういう気持ちでイエスが思念しておられたんだろうと。と同時に殺してしまったら殺す流れって起きたにも背きますからね。ところがなおも彼らに先生どうしたらいいのですかと、彼らは先生どうしたらいいのですかと突っ込んでくるのであります。そこでイエスは言われた。何時らのうち罪なき者はまず石を投げ打て。お前たちの中で罪のない者はこの女を罰する権威があるから、モーゼの掟通り、それで石を持って撃て、こう言われた。そういったもの、またあっちに物を書いて精神統一をしておられる。これはおそらく真相観に当たるものでありましょう。じーっと祈っておられたんでしょうね。群衆の全体の心が険悪になって、追って、そうしてイエスを捕らえようというような反対観念が盛り上がって起こっていて、そこにたまたま会員している女があったのを、会員の現場で見つけたので、それを捉えて、それを材料として、イエスを逮捕しようとしているのであります。乱れた不調和な精神波動がここに満ちている。この現象の不調和を調和あるものに楽しめるには、心の世界から平和を取り戻していかなければならないのであります。これは大事ですね。現象を見たらもうここで争いが普通に起こってんだから。その中でじーっとね、神の国にそういう悪いものはないんだっていうね、神様の作った世界にそういう争いはないんだっていうことをじっと見ておられる。そしたらですね、そうするとだんだん群衆の心が和やかになって、大調和の世界が現れてきました。
人去り二人去りしてぼつぼつ皆逃げていってしまった。誰も罪を犯したことはないと言い切ることができなかったのであります。ここはね、誰も罪を犯したことがないと自分自身でね、言い切ることができなかったのであります。目を開けてイエスが見られたら、今まで罵っておった群衆は一人もいなくなってしまっていた。静かになったんでしょうね。それで女よ、何時を訴える者どもはいずこにおるぞ、何時を罪する者なきかと問われた。女は言う、主よ、誰もなし。すると女に対してイエスは言われた、ではわしも何時を罪しない、行け、この後再び罪を犯すな。こうしてイエスは女の実相の完全さを見られたのであります。そんなお前は本当はね、罪を犯すような女じゃないんだよっていうことですね。再び罪を犯すなっていうことはね、お前はね、今ね、罪を迷ってこういうことしたけどもね、本当のお前はね、そういうことをするような女じゃないんだぞとこうね、見て強く権威のある言葉で言われたわけ。そうすると女もね、そこで本当にこう自分の実相が出てくるわけですよ。過去においていかに女が罪を犯していても実相が見られて、私ももうお前も罪しない、お前の実相は神の子である、そのままで救われていると言われた。それがね、だからね、そういう言葉なんです、ここはね、本当にキリストが言われた。もう私が悪かった、二度とこんなことをいたしますまいと懺悔し開墾した時、その時にはもうその人は罪の不完全な状態から超出してしまっているのであります。そこでイエスは再び罪を犯すなと言われた。再び神の子なる実相をくらましてはならないと、こう言って去って行かれたのであります。これがね、再び罪を犯すなっていうことはね、再び神の子なる実相を罪隠してはならないと、こういうことです。こういう筋とかいうときにね、罪を犯すなっていうときに現象的な言葉になりますけどね、お前は神の子なんだからね、もうそんなことはね、するはずがないんだっていうことになるわけです。だからお前の実相ね、だからね、そういうことはないはずだから、そういうことをね、もう再び罪を、そういうことをね、くらましてはならないと、こう言ってさ、ここに罪とはいかなるものかについて深い解釈があるのであります。罪の語源は包みであります。ここへね、罪のところちょっとこれ皆さんね、丸をしてね、これはもう本が出てきますけど、ここは非常に詳しく書いてあります。罪の語源は包みでありまして、ありまして、日本語の罪はね、包みですね、包み。罪の語源は包みでありまして、実相の円満な完全な姿を包み隠しているのが罪であります。包みであります。しかし風呂敷包みでいくら包んであっても宝石の価値は、値打ちは決して減らないように、しかし包んである限り宝石の光は現れないのですから、包んでいる間は光の現れない間は罪が あるのです。ところがこの包みは私の本物ではないと知る、そして再びこんな神聖隠蔽はやるまいと開墾し懺悔する。すると包みは開かれて、実相円満完全の人間、神の子の本当の姿は現れます。そうするともう罪はないのであります。包みは開いてしまったら、もうそれは包みではなくなるではないようなものでありますと、こういうふうに書いてあるね。だからこの罪の語源は包みである。それから谷口先生はもう一つ、罪とは罪重ねることだっていうふうに言われますね。この両方あります。だから罪ですね。だからあんまり物を積んでおくっていうことはね、貯めるっていうか積むっていうことはね、利用しないで積むっていうことは罪になるわけですね。この間も申し上げたでしょ、癌という字はね、こういうふうに品物を山に積んだ病気と書いてあるからね、これ気をつけないかな、あんまり山に積まないんですよね。品を山に積んだ病気と書いてあるからね、病気の中に品を山に積んでるからね、あんまり山に積むと癌になるかもしれないか。僕ら積むものがないから心配ないね、これ。こういうのね、本当に癌なんていうのはね、こういう物質的執着っていうのは非常にあると、よく癌になるっていうことを言われますね。癌は頑固な心とも言われるね。だから頑固な、まあとにかく素直な気持ちが、この後で先生が書いておられるけど、非常にこの素直な気持ちっていうのは素晴らしいんですね。
人に言われたらね、何か言われたらね、いいことを言われたらね、誰が言ったことであると、そっとね、それについていくようなね、素直な柔らかいね、赤子のような気持ちになるといいんですよ。俺はこれだけのものを持ってんだ、なんていうのは、なるとね、もうだいぶ、こう、年を取って柔軟性がなくなってくるのね。僕らもこれよく気をつけないかんで、もう、頑固になるっていうことはね、やっぱり、こう、あんまり頑固になってね、人の言うことがね、聞けなくなってくるっていうことはね、自分が若さを失ってることね。若い時から頑固な人はこれはまだ知らないよ。そういうのはね、頑固がね、またね、積み重なっちゃってね、頑固とかじゃなくなってくる。もうすごくない、コンクリートみたいになるからね。これはまあね。でもね、僕なんかでも成長に入って素直になったね。もうそうでなかったら、もう人の言うこと聞かないまだったからね、癌でもなったかもしれない、頑固になってね。これはやっぱりね、素直な気持ちになる。後で先生がこう書いておられますけどね。だからこれはね、この前も申し上げたように、ダイヤモンドを包んだらね、わからない。お札でもね、例えば100ドル札がね、新しいのでも新品でもね、ほぼの人が触ってね、手垢がついて汚くなってね、あれからもうくしゃくしゃになってね、オンでも 100ドルは100ドルでしょ。100ドルのお札はね、汚くなったからもう100ドルの値打ちはないっていう人ないでしょ。ビニールでちょっとね、セロテープで貼ってあるんだって100ドルの通用しますよ。我々がね、人間の肉体が何もくたびれて罪を犯してくしゃくしゃになってもね、中身は本物、心配ない。100円札がくしゃくしゃになったようなもんよ。くたびれない。な、心配でもいいんだから。どうぞ安心しとんなさい、お前。ほんとよ。100ドル札は100ドル札で値打ちはあるんだから。皆さんは神の子なんだから、どんなにくしゃくしゃになったって神の子なんだから。ね。年を取って顔が少々シワがなったってね、くしゃくしゃになったって同じことよ。長いこと役に立ったっちゅうだけやな、ね。長いこと役に立ったから合わせてね、くしゃくしゃになったんでね、ありがとうございます言うたらいいんですよ。それをね、100ドルがね、古くなったから値打ちがないなんて思い出したら、もうそこに、もうそれは現象を見てるんですよ。100ドルは100ドルです。他人説がこれははっきり書いておられますね。お札が汚くなってどんなに汚くなったってお札はお札のそれだけの値打ちがあるじゃないかと。新品のパリパリしたのだけが値打ちがあるんじゃないだろうと。そんなことは心配ないんだってことを書いたらね。だから皆さんがね、もう私は年取ったからなんて言ったらダメよ。神の子だ、うん、同じなんだから。なんぼ使ったって心配ないんだからね。古びてしまったって心配ない。中身は素晴らしいんだから、それを知らなきゃいかんね。これは本当にそういうところの例がね、谷口先生にピシッと言われると、こう教えられると分かってくるわけです。それまでなかなか分からないね。だから、この包んだらいけない。罪というのは、自分の神の子の実相を包むのが罪ですからね。私は神の子でないんだっていうことを、神聖隠蔽っていうんですね、こういうの。神の子を、神聖を隠すっていうことです。だからね、これは、このところね、罪っていうことについてね、こういうふうに書いてあるところですから、よく覚えとっていただいて、罪とは何ぞやっていうのはね、何ですかっていうのは試験問題が出ることがあるからね。はい、それではその次行きましょう。かくてイエスをまた人々に語りていたも、我は世の光なり、我に従う者は暗きのうちを歩まず、命の光をうべし、パリサイ人らいう何じらは己につきて明かしす。何じらの明かしは誠ならず。こうしてイエスはまた別のところへ行って群衆の前で説教せられました。我は世の光なり、我に従う者は暗きのうちを歩まず。命の光を奪して、もう実相そのもの、真理そのものの権限として自分は光である。我に従う者は暗きうちを歩まず。命の光を奪しと堂々と宣言せられたのであります。そうするとパリサイ人が、お前は自分で自分を証明しているのだ、そんなことを自己宣伝の手前味噌で、そんなことは自己宣伝の手前味噌であって、そんなものは信ずるに足らないと、こう言ったのであります。自分で自分をね、自己宣伝したら、なものね、信じられるかって言ってこう言われたね。はい、その次行きましょう。イエスを答えていいとも、我自ら己につきて明かすとも、我が証しは誠なり。我はいずこより来たり、いずこに行くか行くを知る家なり。何じらは我がいずこより来たり、いずこに行くかを知らず、行くを知らず。何じらは肉にて、よりて裁く、我は誰をも裁かず、されど我もし裁かは、我が裁きは誠なり。我は一人ならず、我と我が我を使わし、たまいし、者と共なるが、共なるによる。
また何時らの掟にて二人の証は誠ないと記されたり、我自ら己につきて証をなす。我を使わし、玉石、父を、父も、我につきて証をなしたも。ここに彼ら言う、何時ら何時の父はいずこにあるか。イエス答えたも、何時ら何時ら我をも、我が父をも知らず。我を知りしならば、我が父をも知りしなら。イエス、宮のうちにて教えしとき、これらのことを、賽銭箱の傍らにて語り、玉石が、その時、未だ至らぬゆえに、その時、かの時、未だ至らぬゆえに、誰も囚われる者なかりと。やっぱり昔から賽銭箱っていうのあったよね。こういうとこで、昔でもやっぱり神様のとこ行ったら、こう賽銭入れることになったんだよね。キリスト教でも。うちでも置いとくかね、くっちゃうのね。まあこれは冗談でね。まあ、お賽銭箱っていうのは本当にあったんですね。本当に面白いもんですよ。はい、それじゃあ、このとこね。ここはね、実相っていうことが非常に素晴らしく先生が説明しておられますからね。よくあれしてください。このとこね、よく、こう、きちっとね、自分の心に入れてください。パリサイ人が、お前は自分のことを自己宣伝しているけれども、そんなことを、と、こんなことと、そんなことを印にならんと言ったら、イエスはこう言われたのであります。私は自分を証明しているが、自分の証明は本当である。なぜなら自分はいずこから来て、いずこに行くかを知っているからである。自分は実相から来たところのキリストである。真如から来生した如来である。こういうね、実相から来たところのキリストである。真如から来生した如来であるとね、聖書の中にね、仏教の言葉がバカッと出てくるでしょ。こういうのは谷口先生の独特なところですね。わしのことを直接知っていて証明するのに何の間違いかあらん。肉体を見たからとて実相はわからないのである。ここは素晴らしいとこね。人間はね、肉体を見たからってね、実相はわからない。実相のみ実相を知るのである。こういう数字入れてください。肉体を見たからとてね、この前から私が何べんも皆さんにお話してる、否定と肯定ですね。否定と肯定ですよ。今度の日曜も私お話ししましたけど、もうこれがね、肉体を否定しないと、肉体を否定しないとね、神のこの皇帝が出てこないんです。ここが一番大事なところね。だから我々がね、真相観をして、我今五感の世界を去って実相の世界にいるっていう、それはね、五感の世界を去るっていうことは、現象の世界を去ったらね、そしたら、ここが、もう、一番大事なところは、ここが、このまま、実相の世界であるでしょ。だからね、ここにね、今皆さんがここにいてね、それがね、何もね、遠く行くんでも何でもない、ここがこのまま実相の世界なんです。これは、ただ、現象を否定さえすれば、ここがこのまま実相の世界なんです。これは素晴らしいところね。なんかこう、我々がこう人を見てる時でも、現象の肉体とか人間を見てる、肉体人間を見てると実相がわからないですね。どんなにね、この病気であるように見えたり、どんなに悪いように見えてても、そういう人間は本来ないんだと一遍全部消してしまうんです。消してしまわないと、その人がこの悪いところを見たり、あの人はこんなんだこんなんだこんなんだと思ってる上に、もう一遍健康だ健康だと思ってもダメなのね。そういうのを一遍消してしまって、神様はそんな悪いものをお作りにならなかったんだ、ピシャッと消してしまって、そしたら、ここがこのまま実相の世界、完全円満な世界であるということになるわけね。病気が治ったり、運命が変わるコツがここにあるのね。コツがここにある。消さないで、神の子だ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 と思ったって、なかなか神の子だと思えない。だから、この病気、病気、病気と思って、その病気、病気という心を持っていて、それで、その上に健康と書いたってこれわからないでしょ。同じ上に健康、健康と書いたってこれ一つもわからない。だから、病気という心を一遍全部消してしまって、健康と書いたらわかるんですね。これができる人とできない人で差が出てくるわけです。だから、それは、我に今五感の世界を去って実相の世界にいると。だから、こうなんかこう、言葉の力とかそういうもんでいいことを思おうとか言おうとか言って、そのゆったりしてるけれども、そうすると時間がかかるのね。とても時間がかかるんですよ。
言葉の力だけだったらね、いっぺん消すことをね、スパッと覚えてしまうとね、早いんです。だから、ここが、だからこの否定っていうのはね、消すことですよ。だから谷口先生が、苦しみの否定と楽の肯定ということを書いてあるね。だから何でもそうです。私は貧乏だと思ってるのをいっぺん消してしまったら、金持ちだっての出てくるんですよね。貧乏だと思いながら金持ちになりたい、金持ちになりたいと思ったってなかなかならない。こういう私はこういう性格持ってるからこれを直したい直したい直したいともなかなか直らない。神様はそんな悪い性格は作らないんだと消してしまって、これが本当の私は神の子で素晴らしいんだということを書けば出てくるわけです。ここが自分の性格を直すコツなんです。性格やいろんなものを直していくコツなんですね。消さなきゃいかんですよ。それがね、実際目の前にね、いろんな病人が、僕なんかも医者しとってね、もう死にかかってる病人の前行って、神様病気使うんだと思うけど、これ難しいね。実際の病人の前って脈見ながら、やっぱり死にそうやななんてこう思ってしまう。非常に難しいんです。しかし、それを見ないと、治療だってする気になりませんよ。もう死ぬんだからこれ何したってダメだと思ったらね、治療する気にならない。しかし、どんな人の中にも神の命が宿ってんだから、こういう形はこう見えてるけども、この奥に神様の命があるんだっていうのね、見ていく。だから私が、谷口先生が、病院を開くから、院長になって来てくれって、来ないかっていうことを先生からお手紙いただいたときにね、3日考えたのはね、これなんです。医者っていうのはね、こう、やっぱり病人が来ると見るんですよ。診察するんですね。で、レントゲン見たりなんかして、悪いところは悪いとして認めなきゃいけない。で、診断書を書かなきゃ医者にならないんですね。医学っていうのはそういうものです。だから、病人の悪いところを見て、ここが悪いと見て、その悪いところを認めて、これを治そうとするのが医者なんですよ。だから、谷口先生も医学はそうだとはっきり書いてないでしょ。ところが、成長の絵は、病気はないんだと、一遍否定して、人間、神の子であるという自覚を与えて、癒していくんですね。これが消していくんだから。全然違うわけです。だから、医者をしながら、この成長の絵を本当にやっていくっていうことの難しさってのは大変なもんなんです。だから僕は医者をしてる、あの成長の絵の親友がおるから、その友達たちとよく話し合ったんですけどね、非常にやっぱり心の法則はね、だからどういう病人が来たらどういう心が間違ってるからこういう病気になってんだから、こういう心の病気、心を治しなさいっていうことはみんなやってるんですよ。医者仲間でね。ところがね、実相を見るってことになるとね、なかなか難しいんですね。だから医者、成長の絵の医者っていうのにね、医者になるためにはね、やはりね、このどんな悪い状態を見てもね、その否定するっていうことができなかったらね、成長の絵の本当の医者にならないんですね。だからむしろ私自身としたら、練成道場をして、それで成長の絵の医者でなくて、本当に講師になった方が僕は幸せだったんです。そうでないとね、非常に自分の心が中途半端になっちまうね。レントゲン取ったりいろんなことして、この病人を見なきゃいけない。医者であるって言って病人として来た以上、私はやっぱり診断をしなきゃいけないんですからね。それをしないで、その、何でもないですよなんて言ったらこれ返すだけですからね。非常に難しいんです。で、これをどういうふうに解決したらいいかなと思って、それで3日間考えたんだけども、その時に、私は、そうだと、そんなことをぐだぐだ考えなくたって、谷口先生に一遍お伺いしてやればいいじゃないかっていう気になってね。それで、そうだと、僕が自分で考えるのがいけなかったと思って、それでお受けして、行ったら、そしたらだん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 変な医者辞めちゃってこうなったからね、ちょうど良くなったんですよ。いい悪いように見えることがいいようなね、後から考えたらみんな惜しいって言ったけどね、産婦人科の医者辞めるのは。惜しくないですよ、ちっともこの方が楽でいいね。本当ですよ、それはもう病人抱えていつもね、こう夜、またお産ってのは夜中が多いんだから。2時から3時の間が一番多いの、牛蜜時っていうのは。なんかね、あれが多いの、あの時はね。これでね、寝とったって飛び起こされるでしょ。もう電話一本かけて行かなかったらね、法律に違反するからね、行かなきゃいかんしな。だからもう大変ですよ。今、ぐっすり寝れるから大丈夫。今のがいいね。もうね、電話かかってきてね、もうお正月なんかにね、お産するとね、みんな喜ぶのね。先生、いい日にお産だなんて、こっちはお父さんのでいい気持ちになってるのに。いいもんじゃないですよ。向こうはいいかもしれない。こっちは一つもよくないね。よくそういうことがありましたね。だから、まあ、ここのところでね、肉体を見たからとて実相わからない、実相のみ実相を知るのである。何じらは我がいずこより来たり、いずこに行くかを知らず、何じらは肉によりて裁く。我は誰をも裁かない、我らは肉だけで見ているのである。
お前たちは自分の実相というものを見ていない、自分の実相というものを見たならば、自分がいずこから来たものであるかということがわかるのである。自分が神から来たというところの神そのものであることがわかり、自分の真理から来た神仏そのものであることが、ということがわかるはずである。お前たちの掟に二人の証は誠であるとこう書いてあるではないか。ところが私が一人自分で証しているだけではない。もう一人私をこの世に使わせたものとは私の父が証しをしている。私と私の父と二人で自分が神から来たところの救い主であることを証しているのだから間違いはない。こうイエスは言われました。肉体を見ている人にはそんなことはわからない。そんなことはわからぬわけであります。自分と自分を使わせたものとは父と二人で証し証明しているから、こんな確かな証拠はないと言われますと、お前は証明しているという父はいずこにいるのだと、いずこにいるのだと問います。そこでイエスは、お前たちは私を、わしをも知らぬし、わしも、わしの父をも知らぬ。わしが一体誰であるかということを知ったならば、わしの父が一体誰だということもよくもう分かったであろうが、お前たちには分からないのと、イエスは賽銭箱のそばに立ってこう言われました。賽銭箱ですね。まあ、こういうことで、これからね、もう本当に先生がね、この次の少年が、実相っていうことをね、徹底してここで説いておられます。その次の十七項も素晴らしいね、そういうのを説いておられますから、いよいよ、だんだん佳境に入ってまいります。今日はね、香川先生がこっちおいでになったので、ちょっと挨拶してもらいたいと思います。ちょっとこっち来てください。今度、いろいろと手伝ってくださいますから、素晴らしい、また日曜日にも話をしていただくことがなると思いますから、どうぞ。ここで、はい。皆様ありがとうございます。皆様の熱心に研修している姿を見まして、とっても嬉しく感じたわけでございます。私も18の時からずっと三好を指導していただきました徳久先生のまた直接指導の下で仕事をさせていただけるということは本当に嬉しく感じているわけでございます。それとともにアメリカの伝道を支えておりますのがこのアメリカ伝道本部でございます。その伝道本部の幹部の皆さんはまたアメリカのそのローカルの組織としては南下連合会が一番大きいわけです。要するに伝道本部を一番支え、アメリカの伝道の一番のですね、中心になりますのが南下連合会でございます。その幹部の皆さん方と仕事できますことをとってもこう嬉しく感じているわけでございます。アメリカへ参りまして2年間ここでお世話になりまして、大体6年間北下の方へ参りまして、北下の大体とっても広いところなんですが、あそこを一応責任ということでさせていただきまして、いろいろ勉強させていただきました。それでこちらへ来るということになりまして、どういうことになったかと言いますとですね、北下の皆さん方がいてほしいという希望が強かったんですが、最後 の年を取った方とか幹部 の皆さんの決め手がですね、こういうことなんですね。もう香川をここにおって我々にやってもらうのもありがたいけど、もう今後アメリカの伝道本部で全米のためにやっていただくためには我々は諦めなきゃならないということなんですね。ぜひね、アメリカ伝道のためにお前やってくれということでですね、言ってくれたわけです。これがね、決め手だったんですね。そういうあれがありましたから、それほど問題なく行ったわけでございまして、まあ全然英語のわからない私が6年前行きまして、日系の2世3世の方が2、3人しかいなかったわけですね、最初は。果たしてこれね、アメリカ人の布教なんかどうなるかなと考えておりましたが、今はもう練習会、献身会なんかしますと60人、70人ぐらいアメリカ人たちが来るわけです。私自身でもこの目が信じられないような状態が出てきているわけですね。それは何も我々が素晴らしいんではない。谷口先生の教えが素晴らしい。アメリカ人がこの詩を求めているということだけだと思います。そしてその北米の光明化のキーを握るのはここなんですね。北米のみならず、世界の光明化のキーを握っているのがアメリカの伝道本部なんです。今日も徳井先生から手紙をいただきました。キャナダの方が生命の実相を読んでインスピレーションをいただいたと。本をたくさん書きたいと、書いたと。その本を徳井先生に読んでですね、いろいろご相談したいというわけです。あるいは、シルヤンカから手紙が来てまして、ぜひね、この教えに感激したからですね、その手伝ってくれという手紙が来まして、返事を早速書かせていただいたわけでありまして、北米の光明化のみならず全世界の光明化の企業をですね、我々が握っとると、そういうわけです。私もそういう関係でもう自分なりに全力投球でさせていただきます。
うちの家内なんかでもですね、私がもう家帰ってまいりまして、また夜出てきますからね、お風呂なんかでも一緒に一杯ぐらいしか入っておらんですよね。それでもね、まあ、成長のためだったらやってくれと、まあ、時々言いますよ。あんたね、成長でと私どっちが好きかって言うんですね。まあ、両方好きにしとこうと、ということで、させていただいておりますが、まあ、妙心を求め真剣にやりながらまた楽しく以外にやっていきたいと思います。私もどうもね、こう抜けてるとこありますか、皆さんから注意いただきましてですね、いろいろ教えていただきながらさせていただきたいと思います。本当に今日はこういう皆さんの素晴らしい雰囲気に触れてさせていただきましたことを心から感謝申し上げます。本当に我々がですね、我々が世界の巧妙化の気を握っていると、このことだけを皆さんですね、知っていただきたいとお願いしたいということを、挨拶に変えさせてお願いしまして、お会いさせていただきます。ありがとうございます。どうもありがとうございました。アメリカが変わったら世界変わりますからね。我々はアメリカ変えなきゃいけない。アメリカに住んでいる日本人の使命はここにありますから、本当に感謝します。どうもありがとうございました。